ダンスでレイを駆除するです。チャス、うち今年のハロウィンはオフにしたよ。だからヒデサイと一緒に楽しむんでやろ。じゃあ何からしよっか。コスメンバーだったっけ、それともスイーツ食べる。スイーツないぐらいなんだ。バイト、マジ。誰で安定化したの。マジこれは速攻でお亡くなりになるんだよ。誰が銭湯でも変わりやしないかな俺の。上振れしてくれれば、500万ぐらいに上振れしてくれれば4回で終わる。そうなんだよな。こっからどうしのぐかな。星6は誰をあげたらいい。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。あ、俺は上振れタイプかもしれないぞ。いい感じの流れだと。すぐ死ななければ。ああ、死んでやばい。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミランミラ。ほらほら。そこです。セレヤ、みんながおもてなしよ。ミルヘン、ミスラム。そうね。もう一人の私、ミランミラ。大胆にいっちゃいます。メルティレベルターボ。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミランミラ。月だらみんながおもてなしだ。ミルヘンミスラム。大胆にいっちゃいます。メルティレベルターボ。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。上振れ行ったろ。上振れ行って500万、あ、うちとマックスのダメージが出るパターンになる。だから41は何の意味があるのかよくわからないけど、速攻で遅くなりになるから、いていいのか悪いのかがわかんないけど。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。ああ、後半何秒かはわけわかんない攻撃力増してくるから終わるけど、でもこれなんとか粘れればね。もう一人の私、ミランミラ。わけわかんない攻撃力に最後は無理なんだよ。惜しかったけど、ゆかりである必要があるのかって言われるとわけわかんねえ。ちょっとでも粘ってもらった方がいいんだろうか。でもまあ一発でも攻撃を。間に合った。まあ、なんとか30秒間だけ粘ってくれば。トパティーンだと、エネがお亡くなりになるパターンが発生してしまう。幾分か、そっころのスキルが遅いんだろうかね。2人が入ってる方が早いんだろうか、なんかよくわかってんだけど。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。みんながおもてなしよ。ミルヘンミスラム。一撃必殺、超全力展開。なんかね、このパーティーなんかね、ゆかりの方がね削れるんだよね。わけわかんないんだよ、それが俺も。
謎なんだけど、ここで意味出すのが仲良さそうに見えるのが一変するとそうに見えるけど、そういう減るダメージ量はゆかりつつにお亡くなりになるのは割にな、そっちの方がやっぱりそうなんだな、実験した結果。あと400万近かったのが100万1とかいってないんだけど、あ、なんかはよくわかんないんだけど、だからしょうがないよ、やっぱりダメージ与えるパーティーに入るべきだよ。これにはさっぱり意味がわかんないけど、ほらダメージ量が大幅にかかるんだよ、わけわかんないんだよ、こっちからしても。たまたまダブルが来てしまってるのかよくわかんないけど、何の意味があるのかわかんないんだけど、ここにおいですぐお亡くなりになって、リピカってでもここなってるいるじゃん、あの砂の方のスピードで。なら、一回復だけだったらサレンでもいいんじゃない、水にサレンでも。40何歩だからみんなに行き渡ってるような気がするんだけど、なぜなのかがわからないんだけど、その方がなんか、このパーティーピックアップ2回、500万くらいはいるんだ。なぜゆかりでいいのか、ほうがいいのかはよくわからないんだけど、なるほど。博士、何の効果がある？はい。俺は打ってないんだよ。44くらい回、これでも回復ではないと。魔法防御力を上げてるってことで、もう分かんねえ。このパーティーでいいってことなんだな。何もまだ考えずにセットさえ使えば、わたあめちゃんは本当にマックス3回で終わる。ダイヤ臭いと関係ない、ほぼ2回で終わると思いたいけど、あ、500はいかないから、もう一人の私、睨んだ。
私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。クライムス、セールは、みんなでおもてなしだ。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。ギリここで登ってくれるだろうなとかなるだけだから、登ってくれなくてもいけない。何か何で何だろうとかよく分かんないけど。みんなおもてなしや。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。そうね。もう一人の私、ミラミラ。バイトン一丁も。メルティーレベル勝負。みんながおもてなしや。ミルヘン。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラミラ。起動します。ほらほら、一体どんどんいっちゃいます。メルティーレベル勝負。起動します。みんながおもてなしや。ミルヘンキングダム。もう一人の私、ミラミラ。ほらほら、私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。最後の強い攻撃の前までに1回だけしのげた。残り20秒くらいとか 10から20の間の攻撃がもう終わった。みんながおもてなしだ。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。ちょっとこれが仲良く大胆にしちゃいます。メルティーレベル勝負。もう一人の私、ミラミラ。よっ、みんながおもてなしだ。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラミラ。残り中何秒なんてミルクになってるぞ。みんながおもてなしだ。ミルヘンキングダム。これ完走できたから、うん、最高。でもまあ500ちょっとだけど完走できたので、ほら600万。あとラストワンだね。長かったけど1000枚ぐらいまた使ったよ。1000枚ぐらい使って1000枚返ってくるっていう。さすがに疲れた。もう一人の私、ミラミラ。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。好きだらけ。みんながおもてなしや。ミルヘンキングダム。バイトン一丁も。ミルティーレベル勝負。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラミラ。任せてくれます。みんながおもてなしや。ミルヘンキングダム。そうです。もう一人の私、ミラミラ。バイトン一丁も。メルティーレベル勝負。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラミラ。好きだよ。みんながおもてなしだ。ミルヘンキングダム。バイトン一丁も。メルティーレベル勝負。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラミラ。みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム。バイトン一丁も。メルティーレベル勝負。もう一人の私、ミラミラ。
まあ、いったか。675かよ。赤字じゃん。まだ、あれは食っておこうか。赤字じゃん、1000枚弱使って。まあ、イベントであと残り1週間で。大きくなっても、わたあめちゃんはこの笛の音色が好きなようです。おかげで、わたあめちゃんは誘導できます。うちもニノッチの笛、好きだよ。大きくてモニカバだし、面白い音するし、なんか聞いてたら、踊りたい気分になっちゃうんだよね。サムライが吹くのはホラガイと相場が決まっていますが、たまにはこういうのも悪くありません。セイジャーもヨマも私の笛で踊らせますよ。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。クリスマスってクリスマスイブがあるでしょ。ギルド管理局お疲れ様です。ここでは討伐証と報酬を交換。